皆さんこんにちは。津軽平野でおなじみの吉幾三さん。吉幾三が政界進出の噂がある理由、大物議員への喝、議員辞めろについて紹介します。まずは吉幾三さんの経歴とプロフィールから紹介します。吉幾三は日本の歌手、シンガーソングライター、俳優、愛称はアイクゾ、本名は鎌田善人、血液型は B 型、既婚、子供が3人おり、長女は歌手の慶優、次女は女優の寿光美。特に出身地である津軽を題材とした曲が多い一方、1970年代からの月人飯塚守の影響もあって、1960年代ないし1970年代のフォークソングはギター片手に自然体で歌えると語る通り、自らの音楽のルーツの一つとして日本のフォークソングを位置づけており、2012年にフォークのカバーアルバムの企画が持ち込まれるとすぐに快諾したという。父親は昭和天皇の前で民謡を披露したほどの民謡の名手であり、そのことについて吉は、親父は超えられないと語っている。2007年10月19日、自身が総監督を務める社会人硬式野球チーム、吉球団ブルーズ吉フォレストの設立を青森市内で発表。活動2年目の2009年には全日本クラブ野球選手権大会にも出場したが、2011年以降は東日本大震災の影響で活動休止となり、事実上解散となった。2007年11月26日に開催されたデビュー35周年記念パーティーの席上、その3年前から C 型肝炎を患っていたが、すでに完治したことを公表している。2021年4月23日、バイオハザードビレッジの公式イメージソングとして、俺ら東京サイグダのアレンジ版となる、俺らこんな村嫌だ LV100 が YouTube にて公開。タレントのデヴィ夫人が2023年6月21日、自身の SNS を更新。歌手の吉幾三、政治家の橋本聖子参議院議員との大物3人による食事会の様子を公開した。美味しい創作日本料理をいただきました。しばらく振りに歌手の吉幾三さんとご一緒することができ嬉しかったですと綴ったデヴィ夫人、皆様と食べて飲み語らう楽しい夜でしたと食事会を満喫した。この投稿にフォロワーからは素敵、最高の組み合わせですねなどの声が寄せられた。演歌歌手の吉幾三が2023年12月29日までに自身の YouTube チャンネルを更新。自民党安倍派による政治資金パーティー券の裏金問題を受け、国会議員の在り方について言及した。テレビ見る限りですね、これから自民党がどうなるのかしか話してないけど、私が前から言ってる通り、議員立法というか議員さんの特権とか俺たち決めたわけじゃないんで、知らないところで決まっちゃってるわけだよ、何十年も前からね。だから給料なんかも決まってた、そういうところからまず直していかないとと切り出し、議員を減らしなさい、議員ってつく連中ね、言い方悪いけどね、その連中を減らしなさいって言ってんだよと提言した。続けて、議員を減らしてなんか別の形でね、お年寄りの人たちが4万5万で食っていけると思ってんのか、あんたら毎年お前年金で考えろよ、少しはお前らとまくしたてた。さらに90何万も給料もらって秘書3人も雇って、それだって国費でやってるわけだろ、だいたい秘書なんてそんないるか、俺こんなに忙しくても秘書なんてマネージャーもいねえ時もあるぞと不満を爆発。全てが俺たちの払ってる税金からやってるってことをもっと認識してもらいたいし、政治に金かかるってなんでそんなに金かかるんだよ、金かからねえ選挙しろよと続けて訴えた。再度、議員減らせばいいんだよと語ると、実力もある人もたくさんいるんだろうけど、もう75過ぎたらやめろや、お前らこの野郎いつまでやってんだよと高齢の議員に引退を求めていた。75歳過ぎたら議員やめろやこの野郎。芸能生活51年を迎えた演歌界の大御所が今バズりまくっている YouTube に投稿された一本の動画は、わずか1ヶ月で100万回超再生。日本の政治家を厳しく叱るのはシンガーソングライターの吉幾三氏だ。コメント欄にはスカッとした、涙が出た、
と絶賛の嵐、なぜ今になって突如として政治を語り出したのか真意を聞いた YouTube の吉幾三チャンネルに普段投稿する動画は、吉永小夜子や真田ナオキといった弟子の歌手と語る内容やライブの裏側などを撮影した平和なものなんですよ。ただ2023年5月にきっかけがあってね、世間を騒がせた私は怒ってますと題する同動画は現在183万回再生だ。飛行機に同乗していた自民党の政治家がヤクザみたいにふんぞり返って CA さんたちに偉そうにしてたんだよ。こんなやつのために税金を納めているのかと思ったら腹が立って仕方なくてさ、北海道の H 議員だよ。誰なのかバレてもいいよ、本当だから。そこから始まった一言言っちゃうよシリーズ、目下憤っているのは裏金事件だ。巧妙な詐欺の一種でしょう。市民がやったら脱税ですよ。俺だって所属会社の社長と知り合いだから、リーズのチケットを売りさばいてこっそりキックバックをもらおうかな。冗談だけど、受け取った裏金は全部まとめて即刻能登半島の被災地に寄付すべきだよ。森山正仁文化大臣が旧統一教会から支援を受けていたという話もおかしい。昔にあったけど記憶にございませんって、もし本当なら記憶力が弱すぎて頼りにならない。俺なんて昔銀座で飲んだ女の子から何十年かぶりに連絡をもらったけどすぐに思い出せたよ。そんな吉氏が強く主張するのが議員定数の半減と国会議員の報酬の削減だ。国会議員は年間1億円近いお金使えるわけでしょ。公設秘書の給与から調査研究広報滞在費とか政党交付金とかさ、一部領収書がいらないお金もある。おかしいでしょう。俺は地元青森の地方議員から国会議員まで多くの知り合いがいるけど、半分は仕事してないよ。だからいらない。もちろん派閥も解体すべきだね。森喜朗や二階俊博議員、麻生太郎副総裁とかおじいさんに支持されて下の若手議員はそれに従うだけ。75歳を超えたら国会議員は全員辞めるべきなんです。ここまで自民党議員に次々とレッドカードを出す岸氏だが、野党を応援しているわけでもないという岸田政権はもちろん、与党も野党もそう取っ返しなくちゃダメだよ。野党は野党でただ与党を攻撃するだけじゃない。通行人に対して誰かれ構わず吠える近所の犬みたいでさ、本来は政策をきちんと出して国民が納得できる理想の予算編成を出すぐらいじゃないといけないよね。そもそも誰も国民のことを見ていないよ。政治家に何度か書を書いてほしいとお願いされたことがあるけど、その度に民と共にと書いている。でも誰もそれを守ってくれないんだよ。スーパーで買い物なんてしているのかな。俺はタイムセールで 30% オフの大根を買うし、ゴミも自分で出す。お金のことは妻が全て管理しているけど、俺の年金は月後6万円だけだって。仕事があるからまだいいけど、普通のじいちゃんばあちゃんはこれだけでは生きていけないでしょう。一生懸命働いて年金を払えば老後はゆったりと過ごせるようにする、そういう約束だったんじゃないのかよって切実にこれまで納めた年金を返してほしいですね。多くの政治家と交流してきた吉氏は令和の政治家の小物ぶりを嘆く。田中角栄元首相と比べたら小粒になってしまったよね。一国の主として俺が全部責任を取るという姿勢がない。角栄さんには一度だけ料亭の宴会でお会いしたことがあるんだよ。1977年に発売した俺は絶対プレスリーを聞いてくれているというんだよ。やっぱりオーラがあったくん。政治家になるのはやめなさい、政治家を使う立場になりなさいとアドバイスされたな。実際過去に何度も政界進出を打診されたことがある青森県知事とか国会議員とかね。自民党から打診された時、歌手活動ができなくなるからその代わりに2億くれたら出馬すると冗談半分で返答したら、さすがに用意できませんと言われ話が流れたこともあった。結局歌手という政治家でもないし、政治家を使いもしない立場のままだけど、だからこそこうやって批判もできる。みんなも憤っているからここまで動画が伸びるんでしょうね。まさにオラ
こんな国嫌だってことですよ。ゼニコは多面に夢中な政治家が反省してくれると良いけれど、最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。